はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田亮でございます。中島様、高橋様、ひとり様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただいている方もいらしてですね、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。伊坂様、大阪在住50代様、お手紙いただきました。こちらも読ませていただきます。ありがとうございます。時事通信、イギリス受信料制度見直し表明、公共放送の課金制を検討と。ドリス文化大臣、まあ、あの長い名前なんですけど、ネットメディア文化担当大臣みたいな感じの、あの長ったらしいあれなんですけど、略して文化大臣。 BBC の受信料制度が適切かどうかを今こそ真剣に問うべき時だ。女性みたいですね。新しく文化大臣に就任された方のようであります。未確認情報によると、ポリス政権は年間£159、約25,000円、結構高いんだな、そんな積んだ、月2,000円の受信料を今後2年間凍結する模様と。凍結して2年間、3年目に復活すんのかな。なんか非難合合でできなさそうな気がしますけどね。ネットの反応、マジかよ NHK、 これどうすんの。 NHK が絶対に報道しないニュース。高齢者だってツベばっか見てるし、大河も紅白もダーウィンもいらん。ニュースだけで言って感じですよね。 NHK も BBC も民業を圧迫したりしてるのは事実。 NHK や BBC を見習え。国鉄や電電公社だって民営化できたのだから、 NHK が例外はありえない。電電公社懐かしいな。国鉄は JR ですね。電電公社は今の NTT か、国際電電が今の KDD か。そういえば JT もですね、昔は専売公社、アーティストなんですよね、タバコね。JT、懐かしいな。これは NHK が絶対に報道しないニュースですね。NHK どころか民放全局報道しないことを受け合いであります。なぜなら NHK と民放っていうのは親分子分の関係だからであります。予算比較、 NHK7000 億円、受信料売上が7000億円超えてますね。 BBC5000 億円なんですけれども、番組の質の世界的評価は圧倒的に BBC の方が上ですよね。BBC は国営で、職員は公務員、平均年収も500万円強に過ぎなくてですね、平均1800万円の NHK はですね、人件費バーク弾んで制作費ケチってんでしょ、 BBC よりも。その BBC も受信料制度見直しとか言ってますしね。記事には一言も書いてませんですけれども、ドリス文化大臣がですね、ネットフリやアマプラと競争、集金人訪問廃止、まあ、これはスクランブル化を指してるんでしょうね。時事通信の報道のタイトルも課金制度って書いてありますから、まあ、スクランブルですね。でないと、あのネットフリアマプラと同じ土俵じゃないしね、同じ土俵じゃなければどうやって競争するんだって話ですしね。ドリス文化大臣は他にもこんなこと言ってたそうであります。ネットフリアマプラと競争が必要、滞納高齢者に刑務所行きだと脅すことも、執行人がドアを叩くことも終わらせる。全世帯徴収は高齢者など経済弱者に過酷だっていうのも、あの言ったらしいであります。滞納高齢者に刑務所行きだと脅す。 NHK 集金人が散々やってるのは知ってましたけど、 BBC もやってんだ、脅迫行為。実際ですね、私が相談された事例なんですけど、こちらはあの NHK の話ですけどね、滞納してたら集金人に裁判になるぞ、そうなったら仕事を辞めることになるぞと脅された。そんなことありえないんですけど、はっきり言っちゃいますと、 NHK 滞納してる方年間126万件あります。
126万世帯。でですね、毎年ですね、訴訟、請求訴訟まで行くのが800件ぐらい。毎年800件ぐらいであります。これ以上はですね、多分、裁判所、キャパオーバーで裁ききれないんだと思います。800件、年間800件以上は、NHK は請求訴訟できない。だから毎年、ハンデをしたように800件ぐらいなんだなーって私は思っておりますけれども、126万分の800件。っていうことですから、ほぼね、1500分の1ぐらいなんですよね。訴訟になるのは。だから、集金人が裁判になるぞ。てめえ裁判にする権限ねえじゃねえかよ。1500分の1だもんな、いうことなんですけどね。マンションの集合ポストに、このマンションで NHK と契約してないクズはお前だけだ。張り紙をされた。なんていうとんでもねえ事例もありまして、さてさて、BCC の集金人は、これより悪どいんでしょうか？私にはそうは思えませんけどね。まあ、ドアを叩くことをやめさせるって、言ってますから、訪問して何でのかんでの嫌がらせいうのは、まあ、間違いないところでありますけれども、全世帯徴収は高齢者など経済弱者に過酷だ。これ、なるほどなるほど。そういう攻め方もありますね。まあまあ、日本においては、高齢者ほど富を握っているとは言われてますけれども、もちろんですね、年金生活で他に所得がなくて、低所得な方もいっぱいいらっしゃいますんで、こういう攻め方もあるな、NHK に対してな。ベンサムもですね、福祉は無敵の人を増やさないための国家の自衛行為って言ってますし、これどういうことかと言いますと、まあ社会がダメで、もう何もかも、何をやってもダメで、貧乏しちゃって、食うや食わずで、もうやけくそになっちゃって、あとは世となれ、山となれ、社会が悪い、世の中ぶっ壊しちゃおう、っていう人がある程度の割合を超えると、その社会は崩壊する。で、古今東西決まっておりまして、まあ、ロシア革命、フランス革命、辛亥革命、黄巾の乱、なんつうのもありますね。その無敵の人、やけくそになっちゃってる人を増やさない。崩壊するから、国家が。そういう人らに革命起こされて、ひっくり返されるから。そうならないための生活保護だ。福祉だ。で、ベンサムが言っております。ですんでね、この全世帯一律徴収っていうのは、老いも若きも金持ちからも貧乏人からも、一律徴収っていうのは、これに真っ向から反するんじゃないか。生活保護や各種福祉の正反対の動きですよね。だって無敵の人を増やさないために、増えると困るんだ、革命を起こされて。っていうのに、真っ向から反しますよね。っていう攻め口で NHK 攻めたらどうだって思いつきました。まあ、福祉の敵ぐらい NHK を罵ってもいいかな。NHK スクランブル化要求でも3月27日日曜日午後、池袋で開催できるように当局に打診中です。本気もありましたら改めて告知いたします。スクランブルイコール NHK 解体です。これは NHK 自体自身の資産で契約数半分以下になるんだって。どんなですね、組織だって、お店だって売り上げ半分以下になっちゃったら崩壊ですよ。もうダメですよ。倒産ですよ。それを知る皆様、オブラートに包んでスクランブル要求でもってなってますけれども、まあそれイコール解体だって知ってる方のご参加をよろしくお願いいたします。昨日行われた、それとね、BBC のスクランブルは、なるでしょうね。っていうのは、やっぱ500万円強の平均所得で、基本的に公務員、国営放送だから。
だから BBC 側の抵抗はそんな激しくないと思うんだ。所詮あの公務員だし、上から言われたらはいそうですかってなりますよね。まあ、NHK1800 万円年収平均、を守るために死に物狂いで抵抗するとはわけが違いますんで、 BBC のあのスクランブル化は早めに達成されると思いますよ。そうなった時に NHK はどうすんのかな。どうせまああの放送しないで隠しとくんでしょうけどね。その時は楽しみではありません。昨日行われた岸田総理施政方針演説、なんかぼやっとしててよくわかんなかったって。なんかあの何でもかんでもちゃんとしっかりきちんとやっていかなければならないみたいなぼやーっとしたぼかーっとしたことで何年が何やらわかんねえったって。産経新聞のあの書評はですね、安保の説明の熱量足らぬってタイトルであの非難しておりました。特にですね、まああのここが突っ込まれてたところなんですけど、資本主義の負の側面が凝縮しているのは気候変動問題であり、新しい資本主義の実現によって克服すべき最大の課題でもありますと。まあ気候変動問題が最大の課題だって言っちゃったんだって。そこじゃねえよ、分かってねえよっていうですね意見が多数ありました。千年に一度級のですねトンガ噴火で大寒冷化が危惧されているタイミングも悪かったですね。温暖化どころじゃねえよ、地球冷え込んちまえよっていう話、なんかあの持ってないですね。キッシーね、なんかあの喋ってる言葉もロボットみてえだし、感情あんのかなこの人。まあ、怒ったりあの悲しんだりわめいたりしなさそうな人なんですよね。1991年のピナツボ火山噴火で例年より 2,3 度低い冷夏のため米不足になりました。平成の米騒動って呼ばれました。その昔私20代かタイから米輸入してなんか細長いやつあんま美味しくねえねって評判になってですね、まあ、この時の火山の噴煙は上空 7km に到達したんですけれども、今回のトンガ噴火は 16km に到達と、千年に一度規模でピナツボ火山よりもでっかい噴火だったことは間違いありません。なもんであの今年の夏は非常に涼しいかもしれません。米取れないかもしれません。まあ脅かすのもあれなんですけど、朝鮮日報1万4000字の演説中韓国について触れたのは、重要な隣国である韓国に対してはアングリの一貫した立場に基づき適切な対応を強く求めていくの一文だけだった。まあ不満みたいなんですね、その少ないネットの反応です。知らんがな、こっちみんな何も進展してないんだからそりゃそうだろ、重要なもう外しとけ、重要な敵国だろ。日米ともに韓国不要論に落ち着きつつある。今後も丁寧に無視、無視すると騒ぎ、言うと反発する。ああめんどくさいですね。はっきりと韓国は敵国と言うべき。韓国もミサイル撃てば思い出してもらえるかもよ。日本の言動に一喜一憂するストーカー、というような意見が寄せられておりました。重要な隣国、これ不正確だなって私思うんですけど、まあ重要でもないし独立国家でもないから。隣国って言ってるけど、あそこひょっとしなくても国じゃないですよね。韓国って言ってますけど、自軍の指揮権を持たない独立国なんか世界中どこでもない、どこにもないし、そういうの独立国って言わねえし、韓国軍の指揮権は米軍が持っています。そんな独立国ある？自分とこの兵士、自分の国の
男の子が徴兵されて備え付けて備えてる軍を自分の意思で動かせない、そんな独立国ないです。そういうの独立国って言わないです。韓国はですね、あの大韓民国なんてあーぎょーな名前をつけてるけど、正確にはですね米国監視っていうのが実態を表す名称だと思いますよ。なのでですね、韓国との外交なんか必要ねえんだわ。だってアメリカがさ、例えばですけど東京都の小池知事と直接外交します？そんなことありえないですよね。米国と外交すれば十分なんですよ。だって米国の一自治体なんだから、慣習なんだから。今回の施政方針、前回までの施政方針演説はですね、重要な隣国にある韓国に対しては健全な関係に戻すためにも我が国の一貫した立場に基づき適切な対応を強く求めていく、健全な関係に戻すためにもっていうのを丸々削除されました今回。つうことは戻す気なくなってんだよね。健全な関係どうでもええわっていうふうに日本がそう変わったということですね。つうか、あの竹島不法占拠中、三菱と新日鉄の資産を押収中の敵国との健全な関係って国交断絶、宣戦布告一歩手前ぐらいこそが健全じゃないですか。だったら着実に今までの間違った関係を是正している途中じゃないですか。全然いいんじゃないこのままで。もうまあ欲を言えば断交して何かあったらすぐ手出す、ぶん殴る構えを見せつつ竹島から出ていける、要求してあと資産返せ要求して、そういうのがそういう風になるのが望ましいとは思いますけれども、まあまあそこ国じゃねえって私は思っているということですね。まあ間違ってないと思いますけど、米国監視アメリカ人嫌がりそうですね超嫌がりそうですね。サンリオのキャラクター、マイメロママ、マイメロディっていうキャラクターのママの名言集グッズ、こういうのがあるんですけど、これ多分 CD なのかな、 CD のジャケットなんだと思いますけど、女の敵はいつだって女なのよにフェミが噛みつき販売中止に追い込まれるという事件がありました。ネットの反応です。これに文句つけてる時点で事実だろ、心当たりがあるから発狂するんだろう。女の敵は女ってのはフェミが字で言ってるから笑える、グッズが欲しい子供の楽しみを奪うな、発売中止に追い込んだのが女ならマイメロママの言う通りじゃねえか、というような意見が寄せられておりました。まあフェミが噛みついて販売中止ってことは女の敵は女ってそのものやんけ、やってる本人たちは頭に血のぼってね、そんなことも気がつかないんでしょうけどね、全く哀れな連中ですね。男の敵は男ならするくせにするくするくせに、女の敵は女、何許せないっつって他者の多様性を踏みにじって子供の楽しみ奪って許せんわ、全く。これが欲しい子供もいるだろうにね。マイメロママの他の名言ご紹介、男のいつかやるぞは信用しちゃダメ恋人がいない人ほど他人の恋人の心配をしたがるのよ、昔話をする男ほど将来性がない、傷ついた心の絆創膏は新しい恋よ、深い、そして全然間違ってない、女の敵はいつだって女、これも全然間違ってませんね。過去の事例ちょっと思い出したのが、米国観光局が作成したですね、各国の特徴のガイド、韓国人は怒りっぽいっていう記載に対してですね、
韓国人からそんなことはないと怒りに満ちた抗議が多数寄せられたっていうですね、こういうあの事件があったのを思い出しました。このあの女の敵が女に、女が噛みついて、販売中止になっちゃった、怒りっぽいやんけ、十分もう全然やってる本人らはね、この滑稽さが分かんないんだろうけど、証明しとるやんけ、おごりっぽい、そんなことはないって怒ってるってね、おごりっぽいは十分ね。まあ大人はふふんつってあのスルーするもんですけれどもね、まあスルー力を鍛えるのは難しいものであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。